喧嘩して佐々木と会話をつければいいよ。まあ多分ね、喧嘩して佐々木はね、多分ね、どっかの誰かがもうつけてると思う。なるほどな。アッポンキャラだ。ブラック殺しの叩き。そんな DV あったな。あのマッチョかっこいいよね。あったな、そんなん。あれかっこいいよね。 BGM がさ、あれだからさ、絶対かっこよくなるんだよね。マジでスパコン。いや、いいよ。なんだよそれ。なんか俺が賢しても迷わしてもさなきじゃねえかそれ。力強い。俺も、おら、佐々木の方が力強い。やる、壊し、パクリかくって。俺だって負けねえぞ。何がどうなったらそうなるの。ありがとう。いや、ありがたくねえよ。くそ、あそこから。多分持続化になってる。やる。クラッシュ。まあ俺は読み合い弱いかな。俺の攻撃は基本まあ、ね、あの10戦はね、マジね、あの宮本武蔵対佐々木小次郎のね、ましても出んで、やっと起きたと思ったら、やっと電話つながったと思ったら、佐々木一だ、おはようやけん。おはようって。あのね、うん、あのもう一回打っちゃってね、本当はね、あー、入るんだけど、佐々木のプレッシャーに負けた。こいつは、よし。
やるけ。どうしようこれ。あ、いかん。くそ。おう、フェンリル、フェンリルに思い出ね。あの。さすがにこっちだとアパ勝てねえな。やっぱギア10、ゼロと負けたワーカーっつーわ。確定。佐々木くんはニコ生見ないしな、わら。あんまり。さすがに俺のアパカが出てない。くそ。どこかへ行ったアパカ。少しは体がほぐれた。この方向性自体が間違ってるんだ。これはまずいよ。もうこいつ。うんうん。EX ラフィアンの後。確かに、それは言えてるな。そうか、あんまりいい子ぶってる格ゲープレイヤーいなくね。はい、爆成、オッケー。やってくれると思った。佐々木は腹黒いぞ。あ、やっぱ金じゃ、カツラキックいいな。
まあ、サガットのバクステは空中判定が長いからね。お、通じる人がいた。まあでもブランケンあんま知らないけど、マジであれ角半取れない、つらい。おお、終わる終わる、早い早い早い、どうすんこれ。俺はあれがやりたかった、地獄の見探したかったのに、できんかった。早い、俺も負けてられん。お前の勝ちだ。お前の言う通り、ウルコンパラスだぞ。これで家族を解放してくれるんだろうな。やっと言えた。でも当たっちゃったら意味ねえよ。痛い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 、今の痛い。頑張った。左にいたら出る、右にいたら出る。サガットのニャンコテニャンコテニャン、とか下のムーちゃんは大丈夫なの、一人でほっとる。おっ、ぶれ、いって、大事でないサガットは封じに出るよね。読んでない。むずいな、やっぱあれ。まあですよね、寝る寝る。ほぼThank you.
あの距離でも捨てハイアパが届くんだよな。いいんだよ別に人が来なくても、これをこの配信を見てる誰かがこのね画面に映ってるキャラクターの使ってて、それの参考になったりするようなことがあったら、危ない。いやそれはもうどっちでもいいけど、爆せ、ね、いける。いや一番最初にね配信始めようと思ったのはそういう理由なの、割と真面目に。ゲージ使った、やる気。マグロ、くそこういうとこ弱い。まあしょうがない、こういう局面では勝負したら絶対負ける。美味しいですよね、レトルトカレーうわぁ死ぬ死ぬ、助かった。最後のは爆声出てないな。レトルトカレーな。あでも銀座カレー確かにうまいよ。いややっぱサガット使いとしてはボンカレーと言っておくのが妥当ではなかろうか。俺も前に出るんだぞ。あれ届かんか。マジで。やってくれると思った。え。え。ほら、えっちょ最後のラフィアンは投げ読みかな多分。はいはい、すいませんでした。ミラーアップ、バリーン。あれ中キックとあれで二択になってるんだな。いやもう二度と使わねえこれこのネタ二度と使わねえぞ俺
あの暗転前から EX ゾーンク貯めといて、たまに抜けれる時があるぐらい。ただ話だけムズ。他の選択肢はほぼ勝つ、こっちが。でももうこの枠で終わりだから、まああとやって2試合かな。やりやがるこいつ。コパン出てたよ、もう。ちょっと遠かったな、しょうがない。フォークかよザワールド的な。えっ、いやもうすでにフォークみたいなもんなんですけど。喧嘩、あ出た、漏れた。耐えられん。やる気。あの一日は相当重いってマジ。じゃあこの試合で最後かな。でんかった。おしまい。まあ佐々木は Twitch 開いてねえだろうけど、寝る。